わっさっ、いや、ピマラです。はい、ということで、皆さん、僕はですね、公認クリエイターとして、運営さんにめちゃくちゃ媚びを売りまくっていたんですよね。いや、もっと頑張りますよ、僕。5年間ずっとブロスターやってますって、もう頑張ってますよ、みたいなことを言ったら、なんとですね、はい、スキンをくれました。レッツゴー!ジャネットのスキンでございます。やっぱね、媚び売るとね、いいことがあるそうですね。はい、本当に。皆さんもぜひともね、いいね、関係を持てそうな人にはね、ぜひとも媚び売ってください。ということで、じゃあこちら、ジャネットのスキン使っていきましょう。これは多分ね、セールが来てたんですけど、俺ちょっと、いくらで売ってたかわかんないんで、皆さんショップで見てください。じゃあ行きましょう。はい、ということでやっていきましょう。まあこちらのジャネットのね、動画なんですけども、やっぱね、この動画を見て、みんながスキンを買うかどうかをね、決めれるような参考になるのをね、動画になります。なので皆さんぜひとも参考にしてください。まあ、やっぱね、僕プロなんで、一応プロなんで、やっぱプロのね、動画参考になるっていうのがもう当たり前なんでね。これはちゃんとカバーしてあげる。 OK、 まあ、通常攻撃はなんかちょっといわゆるオタマジャクシみたいなね感じですね。何ですかねこれ、ちょっとね、オタマジャクシですね。オタマジャクシやな、これ。すごいオタマジャクシ。やべ、異次元飛ばされた。コーディレス同士の異次元の戦い、どっちが勝つんだろう。これ多分ね、俺のとこ出てきそうなんで、ウルトさえ溜まっとけば、これね、言いますね。あれ倒した。うわお、まあ、そっか、そこにいるか、普通に。右か。右下や、右下。100% 右下いるわ。撃たれたらだるいな、これ。ミッドがさ、撃たれたら一番逃げれないのがだるいっすよね。はい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 。あー、それでかい。それでかいね。これガジェ使って、しかもね、コーディレス乗るとね、貫通してくるんですよ、壁。だからこの今2個置き物あるじゃないですか。これ全て、貫通してきます。これが本当に害悪っすね。さあ、俺のガジェットはもうないんですが、それはそれで OK。うわ、今取りたかった、俺。めちゃくちゃ取りたかった。あ、ウルト使った？使ったな、ウルト。OK。じゃあちょっと飛んでみますか。飛ぶよ。よし、2個だけ取って。OKOKOK。さあ、こんな感じで羽をパタパタして落としてるのは、多分、なんか蜂蜜の壺みたいなね、落としてますね。さあ、ということでやっていきましょう。相手はボーとサージとスパイク。なるほどね。まあ今のところはこのスキンの良さ的には、まあなんかそのダークな感じがいいですよね。まあだからちょっと中二病の方おすすめです。はい、これ買う人は中二病ってことで、まあ、僕は買いますよ、中二病なんでね。はい、みんな僕とお揃いにしましょうね。はい、まあ、こうやって突っ込んできてくれる相手は助かりますね。お、危ないねこれね。危ないね。 OK、 危ないね。どうしよう。おー、異次元。おー、異次元。なんか見えてんだけど、ずっとこいつ。なんで？えぐ！チュロム？チュロム大丈夫か、お前。おー、チュロム？チュロム？これね、ブッシュが多いとこでさ、そのコーデリアスのウルト使われるとさ、結構だるいのがさ、その異次元行くじゃないですか。で、これ逃げられて、今この状況で逆サイドとかね、俺の目の前とかに出てきたら、多分対応できないですよ、俺。で、ほら、倒せてないじゃん。上にいる？あ、OKOKOK。そう、この倒してない、だからキルログ見るの大事。味方にコーディレスいるときは、味方の、倒したかどうかがね、結構大事になってくるので、味方の、足元プラス、コーディレスの、まあ、キルログをね、ちゃんと見るようにしましょうね。そうすることによって、かなり安定した立ち回りが、できます。まあ、キルログ見たところでだな。見ても結局なんかその、死んだら戻ってくるじゃん。って思っちゃった、今。はい。なんで、なんかわかんないよ、もう。はい、終わり。はい、終わり、OK、OK。はい、OK、OK、OK。はい、簡単、簡単。喋りながらでも簡単に勝てる。それがプロでございます。はい。結構いい立ち回りできたと思いますよ。おー！質問来てた。最近の悩みって何ですか？まあ僕の最近の悩みは、相手に俺より上手いやつがね、全く来ないことですね。まあやっぱ上手い人が来るとね、すごい動画としてね、かなり面白くなるんですけど、まあ全くそんなことがないから、ちょっと動画の面白みがね、なくなってしまう。それが、最近の悩みですね。ほら、ご覧の通り。こういうことがね、起こり得てしまう。そして異次元へ行ってしまった。まあプロの悩みってとこですよね。うん、すんごい異次元行くやん。すんごい異次元大好き。しかもちゃんと倒してる。偉い。うわぁ、いい異次元。いや、異次元好きやんな。めっちゃ倒すやん。いや、異次元もういいって。俺にもちょっと見せて。
どうなってるか見せて。倒してないから多分カール、これいるな、いたな、いたな。にゃ、異次元。よいしょー、飛んじゃおうかなー。やっぱね、キャラ一人一人のね、まあ、コツっていうのを、まあ、特徴をね、考えてそれを生かして戦うとね、かなりいい感じで戦えると思います。これもモーティスがねそろそろ来ると思うんでね、はい、これはカバーしてあげましょうね。んにゃープロ、んにゃープロ、ノイジゲ、いいてもバカ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 、危ない。うわ、でも飛んじゃった俺も。やばいやばいやばい、飛んでしまった。やばいやばい、これやばい、これマジでやばい。モーティスがマジで怖い。モーティスが一旦回復しよう。いや、ちょ、モーティスを異次元に飛ばしてくれ。頼む頼む。怖い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 。異次元行ってないのかい。いや、異次元行け。さあ、やっていきましょう。相手の編成すごいですね。これはペニーダイナマイクサージっていうね、もう、すごい。何がすごいかわからんけど、皆さんこの凄さをぜひとも伝わってほしい。俺がなんですごいかって言ってるのね。まあ、こんなところでダイナマイク使う人あんまいないけど、壊れない壁の信頼度がやっぱあるのかな。当たったら強いしな。ダイナマイクめっちゃ上手い人とかはかなりね、強いと思うんですけども。トモキー、あ、トモキー異次元いっちゃった。トモキー学校じゃないのかな、今昼だけど。トモキーびっくりした今。ちょっとテリーさん、異次元飛ばすなら倒してくださいよ。びっくりしたよ、目の前にトモキー来て。マジビビった。トモキいるよいるよ、トモキいるよ。テリーさん、テリーちゃん、テリーは大丈夫かな。異次元飛ばすだけ飛ばしてほしいな、まあ、飛ばすだけ飛ばしてっていうかさ、飛ばした後に目の前に出されたらちょっと困るから、まあ、それがねコーデリアスが味方にいる時のまあ心配なところですよね。異次元に飛んでる敵がね急に目の前に現れて、しかもそれがシェリーでウルト持っててみたいなね、そういうシチュエーションで、噛んだからもう終わり。なんかちょっと真面目風に答えてたけど噛んだから終わり。よし、こうなったらあとは飛ぶだけかな。何試合ぐらいした？4試合ぐらいしたかな。もう別のマップ行くか、そろそろ。レッツゴー。さあ、羽をパタパタさせて落としてるのは、これは多分ね、プーさんの蜂蜜のやつみたいなやつね。落としたね。ウェーイ。オッケー。サッカー行こう。なんか今思ったけど、この持ってるやつ、太鼓の達人じゃね？さあ、ということでサッカー来ました。ここはですね、まあ、ダイナマイクめちゃくちゃ強いところなんですよ。なので、ダイナマイクが味方使ってくれてね、必ず倒してくれるであろうって感じですね。行ったね、これ行ったね、これ行くしかないね。行っとこう、オッケーオッケー。これやったわ。これカールやったね。やったね、カールやったね、それね。カールやったね、それね。行っちゃったね。真ん中から左下へ。レッツラゴー。はい、これはね、死ぬな！異次元で死んだな、今。うわー、ナイス、ナイス、ダイナマイク。やばい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 、ダイナが来る、ダイナが来るぞ、これは。あっけ、危ねえ、怖っ。これはね、勇者の死に方ですからね。ピンチを守った勇者の死に方。はい、結局入るなら僕守らなくてもよかったかもなーみたいなね。飛ばせ飛ばせ、一元一元、オッケー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 。いや、一元、いや、なめえ、おもろ。え、異次元に行ったら異次元に飛ばされて、なんか2組いたよ、異次元に。めちゃくちゃおもろいやん、今の。え、おもろくない？異次元バトル始まってたよ、今。うわ、マジか。これ倒せる、倒せるよ、これ。なんでやねん！いや、今のめっちゃおもろかったよ。すごない？異次元バトル始まってたよ、今。いや、強いな。強いな、やっぱコーデリアス。いやー、そうなんだよね。死んでしまうと、元もこうもないと。いやー、コーデリアスの対策がわかんないな。近距離でやられるとね、かなりきついんですよね。逃げれないから。逃げるのが結構攻略に当たるんですけど。OK、こうやってね、逃げます、これは。OK、壁はある状態なんで。いや、足早、お前。倒せる。OK、これ俺飛ぶわ。飛んで、もう、じいちゃんやりに行く。寿命の短いじいちゃんやりに行くわ、これ。OK。壁取っちゃえ、壁取っちゃえ。OK、壁取ってる。いやー、長くないか、寿命が。
危ねえ。いや今ウルト打たれてたら危なかったな。かっきるかっきる、確定シュート入ってたわ今。いやどのそれ当たんの、やばないそれ。ナイス、もうジャネット飛べない今。今飛んだら多分終わる。おお、やばないそれ、やばないそれ。大丈夫か、これ取られて終わるよ。テリーさーん、危なっ。これいく、もう寿命の短いダイナマイク倒すよ俺。オッケー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 、これ行くんちゃう、行くんちゃう、入ったんちゃう、入ったんちゃう、入ったんちゃう。おお、それ入るのエグー、激アツエグー。いやダイナマイク超強いじゃん。はい、ということでね、先ほどの激アツな試合に、まあ、ほとんど負けていたんですけど、あのカールがウルトを外してしまったじゃないですか、シュート、あれ入ってたらやばかったね。だからね、引き上げの時にね行ってしまうとね、異次元にちょっと危なかった。ていうかあれ面白かったね、異次元のみんないるやつ、なんか2組だったよね、飛ばされ組みたいな、あれおもろみたいな。いやー、てかこのジェネットのスキン、ちょっと羽がいいね、やっぱ羽好き。中二病の方はめっちゃ嬉しいんじゃないこれ。倒すけど、これビビがまだいるんですよね、どっかに。ビビどこ？え、マジ困る。ああ、倒してる、ちゃんと。俺かい、お前ガジェットスウェア。さあ、全力のツッコミの後に、あのグレーをちょっと倒していきたいと思います。あのグレー強そうですからね。ん？今、誰が異次元に行ってる状況なんだろう、これ。あ、倒してる。偉い。もうやばい、お前やめろ！危ない！これでちょっと一発もらって、OK、倒す。で、これはもう、なあ、飛ぶしかないけど、俺は定位置に帰るよ、一旦。ここです。ビビがえぐい、ビビがえぐい。倒せる、OK、ナイス。OK、ナイス、ナイスです。でかいでかいでかい。それで、二人でどっか遠くへ、遠くへ、二人でどっか遠くへ。なんかある歌の歌手。歌の歌手みたいな。二人でどっか遠くへ。あ、グレーどこ。あ、なんかいる。ああ、二人でどっか遠くへ。ああ、異次元。ああ、異次元。はいはいはい。あ、なんか、異次元のツッコミが愛知県って聞こえるわ。これ飛んで、これ倒すよ、これ倒すよ、倒すよと。で、ウルト打ってくるの分かってる。オッケー、オッケー。早口の方がプレイングが最高に、プレイングが最高、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 最高潮、最高潮。最高潮、裁判長、裁判長。いけいけいけ、頼む。これ来るよ、来るよ、絶対来るよ、絶対来るよ。分かってるね、分かってるね。オッケー、異次元。で、これパスして。入ってんちゃう、これ。よし。めっちゃええやん、これ。ただグレーがちょっと怖いな、さっきから。おい、異次元。ちょ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 、これね、ワープされるから、絶対左下ワープ来るよ、来るよ。分かってたよ、グレイちゃん。これね、行かせない。くそ。頼む、これ、ダイナマイク、ダイナマイク、お前にかかってる。おちょちょ、よいしょ。止めて、チャンディー。ね、延長はやばい。これで延長やばくない。だって、ダイナマイクもう、つみつみやん。これ、つむつむやん、これ。いやー、これねビビを俺とコーデレスで倒しつつ、グレーをウルト使わせないでやんなきゃいけないんですけど、だるいってね、やばくないこれ。もう飛ぶ、そろそろ飛ぶ俺。もう一人死んだら飛んでいいと思うよね。最高潮の被弾。オッケー、来た。いや今の飛びうまいんじゃない。ナイス、飛ぶ方なんかよお前。ガチッと飛ぶ方なんか今更だけど、絶対逆のが強いて。いや、11キル異次元で倒してる。はい、ということで、いい感じに勝ててきたので、これでラストにしようかなと思います。このジャネットのスキン、皆さんいかがだったでしょうか？すごいね、僕には本当にいいね、スキンに感じております。やっぱりね、オタマジャクシをこうやって出せたりとかね、もうオタマジャクシイコール中二病みたいな感じですかね。もう僕ら、本当大好きな異次元。なあ、異次元。いや、いらん、ガジェット。なあ、異次元。はい、まあ、そんな感じでしたね。いや、いい試合でしたね。ちょっと、なんか知んないけど、喉がちょっと枯れ始めてるというね、現象が起きてるんですけども、特に僕、あー、異次元。なんかすごいな、これ。で、これガジェット使いながら、これね、右だと思うでしょ？左なんですよはい、ということでじゃあ今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。結構いい感じにね、できたと思うので、このジャネットのスキンね、皆さんよかったら買ってみてください。じゃあ今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ終わりましょう皆さん。それではまた。
バー。